さあ、エブンポの時間がやってまいりました。本日115番目でございます。洗うを見たらというところでやってみたいと思います。さあ皆さん、洗うを見たらまず訳し方はどうですか？おそらく許す。これは多分大丈夫な方多いんですね。そして洗うの皆さん、右側はどうですかと言われたら、トゥーフテイスでしょというふうに言っていただける方多いかと思います。でも間違えそうですね。つまり突っ込まれそうです。というのも、洗うを見たら後ろトゥーフテイスでしょ、許すでしょという知識だけではやっぱり間違えそうなんですね。ですから今この動画をご視聴いただいている方が高校1年生であればまだ問題ないかと思うんですが、これが学年が上がるにつれて、それだけではちょっとまずいなというのを実感していただけるんじゃないかという感じがいたします。ですからもし皆さんが高校1年生であれば、これだけ覚えていてもやっぱり点数にならない。やはりもう少し細かいところまでですね、きっちり押さえる必要性があるんじゃないかなというところで、そういう目でですね、今からの動画をご覧いただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、例文ご覧になっていただけるとよろしいかと思います。 My parents allow てんてんてんということです。もちろん私の両親が許したよ何をということですから、他動詞で問題ないかと思います。でもちろん他動詞ってことは、後ろは目的語、これですね。そしてどんな感じで許してますかっていうと、皆さん私、to go there、 そこに行くということは、私がそこに行きますよ、そういうのを許してくれた感じですよね。ですから意味上主語述語の関係性が成り立っているので、皆さん思い出してください。106番目の動画で、お伝えはしているんですが、意味上主語述語の関係性が成り立った場合には SVOC 第五文型ですよ、という話をしております。ですから洗うを見たらまずは第五文型 SVOC を取るんですよという意識を高めるためにも、洗うの後ろの形は目的語、目的語ですね。でその後ろはちゃんとトゥーフ停止を置いてくださいね。これがほぼなんですよ、というところまで押さえておく必要性がございます。ですから訳し方も単に許すではなく、主語述語目的語が、保護することを許しますよ、O が C することを許す、こんな感じですかね。O が C することを許すというふうに、このあたりまで、押さえておいた方がいいんですね。いけますかね。ただし、なるべく丸暗記を防ぐということを考えると、皆さんなぜこの訳し方になるのかということなんですが、皆さん許す、ただ皆さんが誰かを許す場合、ちょっとそれを想定していただけるといいかと思います。例えば、皆さんの友達が、いけないことをしちゃいました。それを皆さんが許す立場だったとすると、わかりましたね。皆さんの友達が、主語だぜ。皆さんの友達が、ダメなことをする。もしくはダメなことをしちゃった。ちゃんと主語述語の関係性が成り立ってるんですね。その友達が何かをしてしまったことを皆さんは許すんですから、やっぱり皆さん主語述語の関係性存在してるはずなんですね。ですからそれを皆さんちょっとイメージしていただけますと、この訳し方になるのもうなずけるかと思います。これで皆さん丸暗記はかなり防げるかと思いますので、おすすめでございます。いけますかね。ですから皆さん、洗うを一つ例にとってみましたが、SVOC、第五文型、洗うを見たらこの後ろの形とちゃんと和訳を押さえるという
というところですね。で、もちろん洗う以外もそうなんですけども、入試では後ろの形がどういう状況なのかが問われますので、この辺りも意識して押さえていただけると嬉しいかと思います。いますかね。で、116番目ではまたさらにプラスアルファですね。これは押さえていただきたいというところございますので、今後ともよろしくお願いいたします。